平成25年台風第18号は2013年9月13日3時に発生した大型の台風である。この台風によって特別警報が同年8月30日の運用開始後初めて適用された。2013年9月13日の9時に小笠原諸島の近海で熱帯低気圧が台風に変わった。 しばらく西寄りに進んだ台風は、父島近海を通過し、大型の台風となった。その後、台風は次第に北寄りに進路を変え、上陸直前まで発達し、9月16日6時に965ヘクトパスカルを記録し、同日8時前に愛知県と与橋市付近に上陸した。その後、長野県、山梨県、群馬県、栃木県や福島県などを通過し、 岩手県山田町へと抜けた。9月15日から16日までの総雨量は、三重県宮川で575.5ミリ、奈良県上北山で542.5ミリとなるなど、近畿、東海地方を中心に400ミリを超える大雨となった。9月15日14時30分頃十17時10分頃十18時5分頃和歌山県東室郡串,串本町において3つの 竜巻が発生し、すべて風速が藤田スケールで海一に達したと推定され、9月16日18時30分頃、北海道厚岸郡厚岸町において、藤田スケールで海一に達すると推定されるダウンバーストが発生した。9月15日、東海地方に接近の台風18号あたり台風によって、 増水によって破壊された木に兵庫県小野市にある、加古川にて東台風によって、長期通行止めになっている、兵庫県道23号三市総線の淡田橋、兵庫県小野市にて、沖縄、九州、四国、中国地方徳島県9月14日から16日までの総雨量は、上勝町、福原明で300.5ミリメートルを観測し、勝浦川の水源地帯に、 大量の雨が降ったため阿南市、小松島市を中心に床上浸水4個、床下浸水33個の被害が発生した。近畿、東海、北陸地方、京都府通行止めとなった、京都、渡月橋浦川、桂川の水源地帯に大量の雨が降ったため、京都府福知山市の浦川沿い、南丹市園部、亀岡市、京都市嵐山、はずかしなどで、 多数の床上や床下浸水が発生した。また、島県への降雨で大量の濁流が宇治川へ流入。天ヶ瀬ダムでは建設後初めてダム上部の非常排水ゲートを使用するなどし、集中豪雨がやんでも琵琶湖の水位の上昇に対応するため数日間にわたりダムから放水を続け、宇治市の塔の島が水没して立ち入り禁止。名物の迂回も。 今年度の営業は中止となった。この他や私でも830戸が浸水するなど、京都府下で3432戸の住宅が浸水し、京都府の農林水産被害は89億3900万円に達した。滋賀県を同じく特別警報の発表された滋賀県でも全域にわたって浸水被害が発生した。また、滋賀県は 下流での水害被害を減らすため、瀬田川荒井関を41年ぶりに全閉鎖したが、関の下流で合流する大戸川などが溢れ、京都風寺市の天ヶ瀬ダムでは、非常排水ゲートを使用するなどして、対応に追われた。奈良県三重県甲信越、関東地方東北、北海道地方広域沖縄、九州、四国、中国地方近畿、東海、 北陸地方9月16日午前5時過ぎに、京都府、滋賀県、福井県に初の特別警報が発表され、石川、富山両県を除くに普及県の広範囲にわたり、バス、鉄道など交通に支障が出た。多くは同日中に復旧したが、以下は復旧に日数を要した。甲信越、関東地方東北、北海道地方道台風によって浸水した。 福知山市石原地区の住民計3人が、福知山市に対し契約2000万円の支払いを求め、京都地方裁判所に訴訟を起こした。3人は、市は過去に浸水の事実があったことを知っていたにもかかわらず、浸水のリスクを隠したまま増生したと主張しており、自治体による増生地の浸水リスクについて、行政の責任を問う訴訟としては、日本初となる。 そして2020年6月17日、一新の京都地方裁判所は、原告の訴え、水害の危険を、説明責任を果たさなかったと認定、福知山市から直接購入した原告に、限り810万円の賠償を認めた。ありがとうございます。